ちゃっ、こんにちは、阪神です。おね、いやでもね、岡田監督が本当毎日毎日いろんなあの記事に乗っかってるんですよ。面白いよな。面白いですよ。面白い。もうすでに来年のキャンプの話までしてくれました。まずはですね、ドラ1、下村投手キャンプ1軍連れていくよということで、はい、キャンプ1軍も決定しました。はい、まあどういうプロ野球の世界で、はい、まあ、一軍のキャンプっていうのはどういう風な雰囲気でやってるとか、うん、まあ、そういうことを知るだけでも全然違うからね。そうですよ、ね。まあ、ましてやその岡田監督になって、はい、そのキャンプでの緊張感というかね、うん、まあ、そういうものが全然違うし、はい、もう本当に練習の時からミスをなくそうっていうような、うん、もう本当は張り詰めたようなものがあるし、ね、だからいいことだと思うけどね。ですよね、はい、でこれ一軍のキャンプでいきなり、まあ、ドラ1の下村投手を連れていくというか、下村投手をその一軍のキャンプでどういうふうに、まあ、教えるというか、まあでも、まあ、教えるとか教えないとかいうよりも、うん、まずはやっぱこう仲間に入れるということだよね、うん、どういう意識を持って、まあ、キャンプに臨むとか、はい、まあ、そういうことっていうのはすごく大事だし、うん、あとはもう教えるっていうよりもやっぱ刺激的な競争相手がいっぱいいるわけだから、ブルペンにいますからね。だからそれを体感するというか、うん、それだけでも全然違うよね。でもその2軍でスタートするのといきなり1軍でボンっていくのとでは緊張感、刺激ってやっぱり、いや、それは全然違うよ。あ、まだ言えば2軍っていうのは子供たち、うんうん、でも1軍だとやっぱ大人だよね、はい、まあ、そのぐらいの差がある感じだよ、うん、やっぱ高校出てプロのユニフォームを着て、まあ、大学もそうだけども、なんか初々さがあるのが2軍だよね、はい、でもやっぱり1軍というのはもう競争の場だから、うん、だからそういうことを知るという上でも大事なことだと思う。下村投手もそうなんですけれども、さらにですね、今年 の秋キャンプで投打の MVP に挙げた門別投手、はい、それから野口選手の1軍キャンプスタートも明言されました。これもまた若手ですよ。いいね、はい、いやいや、その若手は刺激をするからね、うん、ベテランたちを、はい、それとやっぱ競争意識を駆り立てるというか、はい、まあ、そういう意味では門別なんていうのも本当にいいピッチャーに育つだろうなと思うし、うん、もう想像がつくよね、うん、野口なんかパワフルだしね、はい、だからそういう意味ではすごく刺激になると思うよ。で、まあ、そういった若手の選手たちが1軍に来るということはやっぱり人数も限られているので、そうなってくると、まあ、あの実績のある岩崎投手だったりとか、あと西勇輝投手、青柳投手、岩貞投手、梶谷投手らがまあ2軍スタートとなる可能性も浮上なんですけども、これに関して岡田監督は任しといても大丈夫なやつは2クールくらいなと、ほっといてもちゃんとやるやつっておるやんかと信頼を強調。まあ、そうだよね。またベテランが若手に入ってもね、体の出来具合が違うし、はい、ね、そういった意味では逆にゆっくりじっくり怪我がないように作ってくれた方がありがたいんだよ、はい、で岡田監督が言うようにもうね、自覚あるよ。そうですね、もちろんもちろんその給料に対しての責任も持ってるし、はい、だからそれはほっといても大丈夫。ああ、大丈夫だ、絶対大丈夫。あとその若手への門戸が広がるということに関してアピール合戦が熱を帯びることは間違いないということで、はい、まあ、野手は連携とかあるからなと慎重姿勢を示す一方で、はい、やっぱり一軍のメンバー、ましてや優勝メンバーと若手が一緒にやるというのは全然ちゃうよ、一緒にノックを受け取ってもなということで、やっぱりその優勝チームの選手たちと一緒にその若手が汗を流すことで成長のスピードの加速も期待すると。まあ、そうだね、うん、その連携プレーもその優勝した選手たちと全くの若手が一緒に混ざってやるっていうのはこれはどう、やっぱね、一球の大切さっていうのをやっぱり一軍でましてその日本一取ったチームっていうのはより分かってるよね、はい、だからカットプレーでも、うん、何でもそうだけどカットがずれるだけにずれるだけで文句が出るしね、はい、もっと右だとか、うん、そういうのが出てくるし、はい、やっぱそのなんていうの、一球にかける思いっていうのは非常に強いと思うよ。やっぱそれなりの緊張感を持っておそらく阪神は来年もやるだろうしね、うん、だからその中で入れるっていうことは相当な緊張感、疲れると思う。そうですよね。ああ、でもその疲れを超えないと、はい、やっぱプロとしての一人前にはなっていかないから。そうです、だから早く一人前になるために、うん、やっぱそういう雰囲気も与えながら、うん、ね、
あの成長させるっていうのは岡田監督らしいな。で2クールぐらいまではそのさっき話したベテランの投手たちが、まあ、2軍であって、じゃあその後のクールからは1軍に合流してくるってことは、そこで古い分けが発生してくるんですよね。でもちろんそうだ、それとやっぱりベテランがこうチームに合流すると雰囲気がまたガラッと変わるからね。あ、よりもうよりねレギュラーになってる選手たちが、もうより緊張感が高まってくるからね、うん、そうですよね、うん、あとさらに2年連続となる1軍2軍合同紅白戦の実施ももう予告をしました、はい、をやるやるということで、第3クール中の2月中旬、もう早いですね、2月中旬に1軍2軍合同紅白戦を実施、はい、今年以上に入れ替えは活発になりそうだということで、今年の方がメンバーが、まあ、来年の方ですね、来年の方がメンバーだいぶ変わるかも、可能性あるわなということで、まあ、1軍2軍も沖縄なので、いやね、うん、そう告知されると嫌なんだよすごく。え、そうなんですか。いや、それはね、若手は逆算してそこに合わせていくから、だからいつから始めなきゃいけないっていうのは自分の自覚だから、はい、12月1月っていうのはチームとして動いちゃいけないから、はい、だからそこでいかに自分が体を作り、いかに状態を上げていってキャンプに臨んで、はい、中旬にやるわけでしょ。2月中旬ですもん。そうでしょ、うん、だからそこに合わせておくぐらいじゃないと、はい、あ、こいつは自覚がないなと思ったらもう無理だよ。いや、早いですね。いや、その結果とかじゃなくて、やっぱスイングのスピードだとか、はい、体のキレだとか、体がどのぐらいできてるとか、ね、カットマンに入った時ボールを1球投げた、あ、こいつ肩しっかり作ってきてるなとか、うん、そういうことを見てるから、結果じゃなくて、はい、だからもう本当にそこにきっちり合わせてくるような選手じゃないと岡田監督は認めないと思う。だから告知してるんだ、多分。もうね、マスコミを使って。そう、もう選手たちに、まあ、落合監督も言ったよね、はい、開幕初日から紅白戦やるって。それはどういうことかというと、しっかり作ってこいっていうことだから、そのいうメッセージなんですね。そう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 、まあね、岡田監督は来シーズン血の入れ替えというか、はい、今シーズンのままではいかないよと。もちろんそう、ね、レギュラーも確約じゃないよという話はされていて、そういった中でやっぱ若手の選手の名前を挙げて、この選手たちをキャンプ、春のキャンプ一軍に連れていくと。そうするとやっぱ一軍の選手たちも戦々恐々としますね。まあそうだな、うん、まあ近本とかね、あ、まあ、はい、ね、大山とか、うん、中野、あのぐらいのクラスになると、うん、まあそうでもないけど、まだ森下選手とか、佐藤輝とか、はい、まあ、佐藤輝も短くないと思うけど、木浪選手も。いや、だけど、そういう油断をね、うん、なくすというかさ、うん、やっぱ連覇してなお締めるというかね、はい、兜の、やっぱこう、連覇に向けて、まあ、隙がないというか、隙を作っちゃいけないっていうふうに、ん、まあ、岡田監督は思ってるよね。そうですよね。いや、これで来年の春のキャンプの一軍最初の帯同メンバーとか見るのも楽しみになりましたね。安心ますます。まあ、そうだけど、うん、やっぱりキャンプに行くのが楽しみだよ、俺なんか。お母さん、じゃあ対談お願いしますねとかいう話をしてて、うん、おー、いつでも来いやみたいな感じで言われてて、うん、で、行ったら、いや、いつ話したらいいのっていうぐらいピーンと張り詰めたものがあったからな、去年は、うん、今年。で、スタンドでもこう普通にこうやってさ、解説者同士がいて会話できないぐらい、ちょっと小声で、おい、どうだったみたいな、そんな感じの雰囲気のキャンプだった。いや、だから来年どんな感じになってるんでしょうね。どんな感じになってるのか、はい、より厳しくなってる可能性もあるしな。そうですよね。だから今から本当に楽しみだけどね。楽しみですよね。まあね、来年のね、春のキャンプ阪神楽しみですけれども、まあそうだね、はい、まあね、あのオフになってもこの岡田監督の語録だったりとか、はい、発言から、ね、目が離せないというか、そうだね、はい、我々追ってきますので、はい、まあ、それプラス阪神ファンの皆さん、そして阪神ファンの皆さんのみならず、これまでの、はい、阪神関連動画をですね、ちょっとコンパクトに一つにまとめた論語動画出しております。これはないぞ。いいですよ。放送多かったからな。だから運転でね、渋滞中とかロングドライブされる方、はい、ぜひね、お耳のお供にしていただきたいですし、ね、あとね、あ、ちょっと今夜寝られないなという方、うん、ぜひぜひね、睡眠、まあ、BGM 程度、ね、代わりに、はいはい、聞いていただけると、もうさらに寝られなくなって興奮してくるので。でも、それ概要欄に、ね、そうです、貼っておくので、すぐ飛べるようになっているので、ぜひぜひコンオフもね、阪神、はい、のネタ足りないよという方、そうだね、毎日毎日聞いて、はい、ぜひ来シーズンのアレンパに向けて、そうだね、はい、聞いていただければと思います。はい、はい。